戻ってくる。同行者が一人増えても、君は気にしないよね。初めて会った時にも言ったけど、私は悪い女の子が嫌いなわけじゃないの。でも指針の書ね。ええ、私にとってもかなり難しいことになるかもしれないわね。もしかしたらメイの協力が必要になるかもしれないわ。私の協力？私にできることならもちろん。あなたね。そうね、これは伏線回収ってところかしら。想像してたのと全然違うわね。気が済んだ？はいはい、私の好奇心を満足させてくれてありがとう。これで一日中ずっとご機嫌のままでいられるわ。それで指針の書に行く方法は？安心して、約束を守るようにちゃんと頑張るから。メイの準備ができたら出発しましょう。今の誰も見てないわよね。渡りガラス、あの時見てたの？何を？いいえ、何でも。お前が角を触られる一部始終を見ただけだ。それ以上は何も見てない。忘れてくれるかしら。そこまでする必要はないだろ。別に誰かに教えるようなことはしない。忘れてくれる？そうだな、少し考えさせてくれ。